はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、こちらをご紹介したいと思います。はい、今日届きました呪術廻戦からウェハースカードファイルですね。はい、このウェハースカードシリーズ、これをファイリングするファイル、こちらがね、なんと全8種展開されています。イタドリ、フシグロ、クギサキ、ゼイン、イヌマキ、バンダ、ナナミ、ゴジョウと。はい、でこれはですね、セット内容がファイル1冊でファイル限定プラカードっていうのが入ってるんですよ。これがちょっと気になるね。で呪術廻戦ウェハース3、はい、こちらがね一つだけ入ってるみたいです。なのでこちらをねちょっと開封したいと思います。はい、ではね早速は中出してみたいと思います。はい、あ、まずはウェハースが一つ入ってました。はい、まあ、これはね未開封のまま取っておきたいと思います。というよりね、まだウェハース3買ってないんですよね。はい、これはこれでね保存用として取っておきたいと思います。で続いてファイルですね。はい、あ、もうカードが入ってるのが見えてます。あ、かっけえこれ。あ、これファイル専用のカード、ホログラムですね。ホログラム後ろが、いや、これかっこいいな。うん、あ、これすげえキラキラしててかっけえこれ。これはこのファイル限定のカードなんでね、このファイルを買わないとついてこないっていうね。はい、うん、まあ、五条先生なんでね、このファイル自体がもう五条先生のシーン。じゃあちょっとねこれね中開けてみたいと思います。はい、こちらが限定カード、これいいなぁ。うん、これだけでも買う価値あるなぁ。あ、裏もホログラムだ。何も書いてないんだけど、なんかすげえ、あれ、でもなんか浮き上がってるな。なんか模様みたいなのが浮き出てるけど見えづらいね。うん、でもこれホログラムかっこいいな。これはいい。うん、うん、この五条先生いいわ。でファイルはもう至ってシンプルな作りですね。はい、ちなみにこれはこの未開封の状態で入れるとどうなるのかっていうのをちょっと入れてみたいと思います。これは表からだとこっちから入れるんじゃなくて裏から入れるタイプ。はい、はい、まあ、下段に入れるとねそんな目立ちはしないんですけれども、こうやって上段に入れるとねやっぱ上の、はい、ギザギザの部分がねやっぱ上に出ちゃいますね。まあ、でもこれはこれで普通にねこれでもコレクションしていけますね。はい、逆にこのカードのみだと多分結構スカスカになるんでカードがねずれたりすると思うんですよね。これでもじゃこれでもね緩いんで、うん、逆にカード開封したカードだと多分ずれたりとかそういうのしそうだね。うん、まあ気にならなければね、うん、まあどっちで入れてもいいと思いますけれども、はい、まあ、ただ未開封でもこんな感じで入れられますね。まあ、閉じた時に、うん、ギザギザも飛び出ないしね、未開封の場合は。うん、これはこれで未開封でも収納できるように考えて作られてるのかなとは思いますけれどもね。うん、
や、これはいいもんですね。はい。あとね、今回もう一つ開封したいのがこちら。はい。鬼滅の刃、決め消しコレクション。はい。いや、これはね、結構、金消し世代の人にはね、なかなかいい商品じゃないですかね。金消しならぬ決め消し。うん。これいい。全7種。全7種でカラーバリエーションが8種。これは何だろう、1キャラクターに8種類あるってことなのかな、違うか、どうなんだろう、よくわからない、まあ、一応ねラインナップは、はい、こんな感じで、うん、でレアはね暗闇で光るっていうことでね、こちらですね、うん、要は蓄光型ですね、言いにくいんだよね、蓄光型、はい、でこれはねこう手触りでね、なんとなくキャラクターが分かるんですよ、うん、まあもちろんね、うん、あんましちゃいけないんですけれども、ちょっと私の場合ね、うん、ちょっとやっちゃったんですけどいや本当はあんま良くないですよね、うん、本当はあんま良くないんですけれども、でいやもちろんね富岡さん狙いでちょっとやってたんですけれども、あんまやりすぎるのもあれなんで、これかなっていうのを手に取ったんですけど、で大体みんなねこれ足の形でわかるんですよ、で足の形からしたらね富岡さんか煉獄、うん、どっちかなんだよね、うん、足のこの幅、うん、他はねもうなんか似てるね、これ善逸と伊之助、こちらはねちょっと微妙だね、これ分かりづらいね、ただ伊之助の場合はねここの上の刀が交差してるんで分かりやすいかもしれない、で禰豆子も、禰豆子と炭治郎もちょっと分かりづらいかもな、これで忍はねもう大体わかりますよね、足が揃ってるんで一体だけ揃ってるんですよね、だからわかりやすい、一応ね多分この富岡さんか煉獄さんどっちかだと思うんだよね、ただカラーがどうなんだろう、そうかカラーがやっぱり8種類あるんだね、多分このカラーリングの種類、なんかね別の人の動画見たら忍がねピンクだったんですよね、うん、だから多分8種類だから756種ですよ、カラー全部コンプリートするには、ということは富岡さんだったらもう青がパーソナルカラーだから青狙い、またはレアカラー、はい、これ狙いで開封したいと思います。たった一つのためにね、すっごい長い時間かけてますけれども、はい、お待たせしました。ではね早速開封しましょう。どうやって開けよう、ここから開けられるんだね、はい、この段階ではわからないね、なんか紙が挟まってる、ではいきます。せーの。足が見えたね。あ、なんかオレンジ色だったな。オレンジ色はない。煉獄さんかな。煉獄さんだったらパーソナルカラーだから、だったら煉獄さんが出てほしいな。うん。富岡さんでオレンジは嫌だな。よし。とりあえず出す、いきます、煉獄さん、せーの、うまい、煉獄さんでしたね、やったパーソナルカラーじゃないか、いや出来もね昔の金消しと違って成功ですね、うん、
やっぱよくできてる。金消しもよくできてるか。あのサイズであれのクオリティだもんな。しかもこれびっくりすることにね、お値段が200円するんですよ。これ一体で200円かって思うけどね、まあ、自分は試しに買ったんですけれども、いやでも良かったかもな、煉獄さん。はいはい、といった感じでね、今回は鬼滅と呪術、こちらの方のね、移植の開封となりましたが、はい、ぜひね、まだチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録をお願いします。では今日はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。